天然大はスズキメ、鈴木目、笛イ化に分類される魚の一種。インド太平洋の熱帯海域に分布する大型の、笛イで、体側に3本の帯模様が入るのが特徴である。沖縄では、サンバナーと呼ばれる。制魚は、全長60センチメートルほど、稀に90センチメートルに達し、笛イ化の中でも大型種である。他の笛大族と同様に体は、 側平たし体高が高く、口は前に突き出る。体は、単積色で、体側に3本の太い赤帯模様がある。前の帯は、背びれ前端から目を通って、口へ、真ん中の帯は、背びれの、第3から7棘状から払え、後ろの帯は、背びれ南上部から、尾の下へ、それぞれ走っている。この独特の帯模様は、しばしば漢字の、川や、章にも例えられる。 ただし大型個体では体模様が薄れ全身が赤褐色になることもある。また、幼魚の帯模様は黒に近い暗赤色をしている。体模様の他に、背びれと尻びれの南上部は三角形に尖り後ろへ突き出ること、胸びれ以外の角ひれの先端が黒く縁取られることも特徴である。アフリカ東岸、南日本。 ニューカレドニア・オーストラリアまで、インド太平洋の熱帯海域に広く分布する。南日本での個体数は多くないが、本州、四国南岸や九州でたまに見られ、南西諸島でやや多くなる。水深180メートルまでの浅い海の岩礁、サンゴ礁周辺に生息する。深場では岩礁から離れた砂底で漁獲されることもある。幼魚は、 海岸近くで見られ、マングローブ域にも入る。また幼魚は、ガンガゼなど、ウニ類との共生が見られる。単独か、同じくらいの大きさの個体で小さな群れを作って、生活する。食性は肉食性で、小魚、甲殻類、頭足類など小動物を幅広く捕食する。釣り、低地網、底引き網などの沿岸漁業で漁獲される。日本ではあまり漁獲されないが、 台湾や中国南部の海南島などでは、漁獲量も多く、重要な食用魚となっている。ただし大型個体では、シガテラ中毒も報告されている。鮮やかな体食で大型になることから、水族館などで飼育されることもある。ありがとうございます。